ヒラノショウが起こした奇跡、ウォンジョンヨ売上300%増の真相。ウォンジョンヨヘアの商品展開やマーケティングにおいて、ヒラノショウの影響力は計り知れません。彼の意向がどれほど大きな経済的効果をもたらしたかについて、具体的な数字を見ていきましょう。ウォンジョンヨブランドは、ヒラノショウとのコラボレーションを経て、前年同期比で収益が驚異的な300%増を記録しました。 この数値は単に商品が売れたというレベルを超え、ブランドの全体的な売り上げに大きく貢献する結果となりました。これほどの業績向上はいくつかの要因によるものです。まず、平野翔が出演する CM は非常に効果的でした。彼のカリスマ性と演技力が商品そのものの魅力を最大限に引き出し、多くの視聴者を引きつけました。CM は、 5月24日にオフィシャルサイトや SNS で公開され、翌日からは TVCM としても放送開始されました。この露出の増加が初期の売り上げブーストにつながったことは間違いありません。CM の内容も平野章の魅力を最大限に生かしたものとなっています。モイストとスムースの2つの製品ラインをそれぞれ異なるイメージで表現した CM は視聴者の心をつかむ構成になっています。 モノクロ映像とカラー映像を巧みに使い分けた演出は商品の特性を視覚的に強調し購買意欲を刺激します。このようにマーケティングの戦略的な成功が売上げの急激な増加に寄与したと言えるでしょう。さらにウォンジョンヨの工場でも平野章の影響で急増する注文に対応するため大規模な増産体制が敷かれました。工場の従業員は 一日数時間の残業を余儀なくされるほどの忙しさだったと報告されています。このような現地の生産拡大体制が需要に迅速に応えることを可能にしました。これもまた売上げの300%増加という驚異的な成果につながった要因の一つです。具体的な売上げの内訳を見てみると、最も売れたのはモイストラインの製品で、全体の売上げの約60%を占めています。 スムースラインも検討し、残りの40%を占める結果となりました。これは、平野翔の多面的な魅力を最大限に生かしたマーケティング戦略が成功した証拠であり、消費者のニーズに合わせた商品展開が功を奏した結果といえます。また、SNS でのキャンペーンも功を奏しました。平野章が出演する CM の一部を切り取った短い動画や、彼のインタビューの一部を使った投稿は、多くのいいね、 や、シェアを集め、話題となりました。消費者が自発的にコンテンツを拡散することによって、ウォンジョンヨのブランド認知度は飛躍的に向上しました。これにより、新たな顧客層の獲得にも成功し、さらなる売上増加に貢献しました。この成功の背景には、ウォンジョンヨブランド自体の強化も重要な要素として挙げられます。製品の品質向上や、 消費者とのコミュニケーション強化が進められた結果、ブランドへの信頼が高まり、リピーターが増加しました。特に、使い続けることで髪の質感が向上するという製品の特性が、消費者の満足度を高め、それが口コミで広がる好循環を生み出しました。さらに、ウォンジョンヨブランドは、サロン品質を家庭で実現するという明確なコンセプトに基づいており、 これもまた顧客に強い魅力を感じさせる要因となっています。毎日のケアが楽になり、使用感が持続するという点は、現代の忙しい消費者にとって非常に魅力的です。こうした製品特性が、消費者の購買意欲を高め、売上増加に直結しました。平野省の CM 出演がもたらした経済的効果は、ウォンジョンヨブランドだけにとどまらず、化粧品業界全体に新しい風を吹き込みました。 彼の影響力とブランド戦略が結びついたことで、新しいマーケティング手法や製品展開の可能性が広がり、それが業界全体の活性化につながっています。このように、平野翔とウォンジョンヨのコラボレーションは大成功を収めました。この成功は、単なる偶然の産物ではなく、計画的で戦略的なマーケティング活動と製品の品質向上、そのすべてが一体となった結果です。 300%の売り上げ増加という驚異的な数字は、これからのウォンジョンヨブランドのさらなる飛躍を予感させるものです。ウォンジョンヨヘアの新しい CM は、視聴者に対して、なりたい神、あなたの望む神を提供するという明確なメッセージを伝えています。実際にこの製品を使用することで、髪の質感がどのように変化するのかを体感でき、毎朝のスタイリングが楽しみになることを目指しています。 このような革新的なプロダクトは、現代の忙しい消費者にとって非常に魅力的です。髪のケアに必要な時間を減らしつつ、品質を犠牲にすることなく美しい髪を実現するというコンセプトは、多くの人々にとって理想的なソリューションとなるでしょう。また、ウォンジョンイオブランドが特に注力しているのは製品の持続性です。使い続けることで髪の滑らかさや健康を実感できるように設計されており、 その結果として消費者の信頼を獲得しています。この持続性と品質の高さがブランドの大きな魅力となっています。平野翔が出演することでブランドの信頼性とイメージがさらに強化され消費者の間での話題性も増しています。ウォンジョンヨと平野翔のコラボレーションは単なるプロモーション活動にとどまらない深い意義を持っています。それは 現代社会で忙しく過ごすすべての人々へ向けた美とケアの新提案であり、毎日の生活に少しでも輝きを加えることを目指しています。あなたもその一部となり、自分自身の美を追求し続ける旅を楽しんでください。結論として、この成功例は他の企業やブランドにも大きな示唆を与えるものとなっています。マーケティングにおいては、単に有名人を起用するだけでなく、その起用の仕方。 製品との親和性、さらに消費者とのコミュニケーションをどう構築するかが、いかに重要であるかを示しています。ウォンジョンヨの事例を通じて、これからのブランド戦略を考える上で、多くの教訓を得ることができるでしょう。最後に、読者に問いたいのは、あなたが理想とする経済効果の実現とはどのようなものでしょうかウォンジョンヨと平野省のコラボレーションが示すように、成功には戦略的なアプローチと、 高品質な製品が不可欠です。ぜひ、あなた自身のビジネスやブランド戦略に、この教訓を活かしてみてください。そして、その結果を他の人とも共有することで、さらに多くの成功事例が生まれることを期待しています。結末に、読者の皆さんに問いかけたいのは、あなたが理想とする紙のスタイルは何でしょうかウォンジョンヨの製品を試してみて、その違いを感じてみるのはどうでしょうか 新しいヘアケアプロダクトが提供する体験を通じて、毎日のスタイリングがより楽しく、より簡単になるかもしれません。そして、その違いを実感したとき、その喜びを他の人と共有することも素晴らしい体験となるでしょう。ぜひ、あなた自身のなりたい神をウォンジョンヨの製品で実現してみてください。